浜田影高天正19年5月11日は戦国武将、伊達正宗に仕えた、伊豆守。父は宗影、母は不明。妻は松田氏の娘。影高は浜田家15代目という。浜田氏は藤原姓で藤原をつまろの末裔と伝えている。浜田家系図によれば、初代の影勝から一家のように記されている。なお世紀の影は、 伊てたねむねの人海衆に宿老の一人として署名している。浜田氏の所領は、だて軍及び、大いた軍にあった。影高は一元柳城主で五千石を有し、周囲に浜田一族があった。政宗からの信頼は厚く、すり、上原の戦い、一鳥橋の戦いなどや、中に井田合戦や二本松合戦などで留守、政影や伊豆田重光らと共に、 しばしば人代を務めたが、河西大崎一揆において、上郡宮崎城攻めの最中に被弾、戦死した。去年38、現在の上町に墓が建っている。浜田家経図によれば、16代目は、着死の史を兵へ渓谷で、四千国を有したが、大阪にあった際、敵将の支給をあげるも、正宗の不況を買ったことから出奔したという。 16代目の警告以降は次のように続く。幕末にあたる慶応は奥年寄りとなり八代姫に仕えた。その後、影長は母親戦争で城壁を作り、明治になって探索法を務めている。一方、北川戦勝が影高の調子で、ゆえあて、伊達家を出本し改名して、豊臣秀頼や大村氏に仕えたという説もあるが、定かではない。また、 岩出山移宝の際、浜田間のあった一本柳では、十数人が現地に泊まったという公費があり、満腹時に立つ、学、大影年日に、久保田茂水が書いた線文には、影年が影高の末に当たることが書かれている。そして、その地には、ドル屋とや井戸の後、北門稲荷などが残り、大手門、増ス型、北門、的場、内乗りと呼ばれるところが現存する。 浜田伊豆守、ありがとうございます。